チャンピオンベルトの返還です。さあ、王者カナにとってはこれが3度目の防衛戦となりました。タイトルをあえてかけてくださいと自ら直訴したのがカナでした。その対戦相手が彼女まだ20歳です。マッケンナ・ウェイド。ただいま K1 ワールドグランプリ女子フライ級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、157センチ、 51.8キログラム、 イギリスミレニアムマーシャルアーツ、マッケンナー・ウェイド。恐れ知らずのイングランドのボンバーガー、挑戦者マッケンナ・ウェイド。赤コーナー160センチ、 52.0キログラム、 日本K1 ジム三軒茶屋シルバーウルフ、 K1 ワールドグランプリ女子フライ級王者、カナ。今や男子選手女子選手の枠を超え、 K1 を象徴する王者です。3度目の防衛戦、王者カナ。レフェリー岡田敦子。さあ、いよいよリミット52キロ女子フライ級のタイトルマッチが始まります。 H ラウンド中3度のダウンで KO となります。オフィシャルルール、主な攻撃ご覧のようになっています。さあ、いよいよ戦いが始まります。ここからは解説にゆうちゃみさんにも加わっていただきます。ゆうちゃみさん、楽しみですね。よろしくお願いします。めちゃくちゃ楽しみです。早くも臨戦態勢です。さあ、女子フライ級のタイトルマッチで先にすると中央を取ったのがマッケンナ・ウェイドの方です。白いコスチューム、赤いグローブがチャンピオンカナです。これが3度目の防衛戦になります。マサトさん、振ってきますね。そうですね、なんかでもこうカナ、体つき変わりましたね。そうですか。なんかこう足の筋肉のつき方とか、ワンツーパンチも重いですね。そうですね、右のローキックです。相手の目を見ながら、聞いたかな、聞いたか、今聞いたんじゃないですか。平子さんもここから決めていこうぐらいの感じですよね。やっぱ相手、突進力ありますからね。うん、あ、目尻切れた。そうですか、はい、マッケンナ・ウェイドの左の目尻か、切れているようで、左ミドルキック、キーター、左ミドルキック、一撃、なんと、ノイリ・マサキに続いて、ミドルキック、一撃で終わらせたチャンピオン、カナ。終わったー、一撃必殺、K1 の象徴は、カナ。これまたとんでもないチャンピオンがノイリに負けず名乗りを上げました。私の戦い最強でしょう、最高でしょう。これで3度目の防衛。ゆうちゃみさん、左のミドルキック一発、ゆうちゃみさんどうですか。いや、もうほんまに早く終わりすぎてびっくりしました。まだ一言も喋ってないですよ、思って。ウェイド泣いてますよ。泣いちゃってますよ、はい、これかなりいい意味で女子じゃないですね。超えてますよね。いい意味で、はい、枠を、性別を超えた、はい、ね、力強いキックでしたね。かっこいいわ。ちょっと見てみましょう。K1 ワールドグランプリ女子フライ級王者、カナ選手、いやーねー、3度目の防衛となりました。平子さん、いかがですか。ウェイド選手のね、この今のローも良かったんですよね、うん、それに対してもう10倍返しで本当優雅やすしでね、本当に今のタイミングで的確に倒しきる蹴りを蹴れるっていうのがすごいですよね。いや、さっき平子さん、ノイリ選手が1ラウンド1分33秒、あの右のミドル、はい、今度はカナが1ラウンド52秒。はだからこの今の立ち位置で倒しきる選手になって、いろんなね、周りから追われる存在になって、いろいろデータもね取られてるでしょうに、確かに、それで倒すのはやっぱりすごいですよね。時はね、倒せない時期続いてね、悔しい思いしてましたけどね、やっぱ本当にこうパワーつきましたよね。そうですね、ゆうちゃみさん、逆にマッケンナ・ウェイドの方がすごいな、この選手だと思ったでしょうね。いや、本当にそう思ったと思います。
がこうあの立ち振る舞いがちょっと貫禄出てきましたね、かな。まあ、ウェイドには何もさせず、ゆうちゃみさん、自分でねベルトをかけてやりましょうって言ったんですもんね、うん、チャンピオンが。いやでもカナ選手がもう強い相手でも弱く見せるって言ってたのが本当その通りやったなと思いましたね。まさに平子さん、本当にその域に来ているチャンピオンですよね。そうですよね、もう女子格ではなく、うん、K-1 を牽引している一人の王者ですよね。まさに本当にセミファイナルにふさわしい試合しましたね。続きましてトロフィーが贈られます。プレゼンターはそういう期待にも応えて結果を出してここまで来ているんですね、下野裕二様です。まあ、ベルトをかけてこそ最強を証明していけると思うので今回もタイトルマッチお願いしますと。でウェイド選手がもう自信があります、倒しに行きますって言ったらぜひ倒しに来てください、一発も当たらないと思いますって話してたんですよ、ゆうちゃみさん。まさに、いやほんまにそういうの通りすぎて怖いですけど、いい試合でしたね。でもそうですね、まさとさんおっしゃったようにこう下半身すごくこう、たくましくなりましたね。足の筋肉がこう引き締まってこうね、パワーあるありそうな足だなと思いましたね。 K-1 ワールドグランプリ女子フライ級王者カナ選手より一言いただきます。こんにちは、カナです、今日は暑い中会場に来てくださってありがとうございました。K-1 のチャンピオンはやっぱり KO じゃなきゃダメでしょう。自分はこのベルトとともに世界最強を目指します。世界最強のアニストメクセンにめちゃくちゃラブコールを送っているので、今年の12月大阪で実現させたいと自分は思っているので、皆さんたくさんのパワーをください。よろしくお願いします。まだまだ今日の、試合も少ない時間だったですけど課題もあるので、しっかり次に向けてやっていきます。ファナとラスト和島君とピケオが最高の試合してくれるので、皆さん会場をめちゃくちゃ盛り上げてください。ゲーム最高。ゆうちゃみさんどうですか。いやもう気持ちいいですね、もうほんまに最高だと思います。先ほどノイリ選手もそうでしたが、平子さん、はい、チャンピオンがものを言い始めましたね。ここからまた一つ大きく動き出しそうですね。こうなると思うよ、与田選手、ノイリ選手、カナ選手ももう一回9月見たくなっちゃいますね。そうですね、マサトさん、ちょっとこう時代がうねる動く年かもしれませんね。そうですね、こうねやっぱりこう、まあ、対戦相手ね、やりたいこう相手がいるというのはまあいいことですよね、はい、それ見てる方もやっぱり ね本当に強い者同士の戦いが見たいですからね、うん。まあ、アニッサ・メクセンが世界で9つのタイトルですかね、あと今ワンチャンピオンシップで戦っていますけど、もう化け物みたいな人ですからね。さあ果たして実現の可能性はあるんでしょうか。これでカナとしては3度目の防衛、しかもこれ4連続KO ですか、4試合連続 KO になります。さあそして今カナ選手がサインしてくれています、このサイン入りアクリルプレートはスペシャルオークションに出品いたします。ぜひ皆様もオークションに参加してください。スポーツチーム公認オークションハットトリック協力のもとスペシャルオークション実施します。7月23日までですか、7月、そうですかね、23日まで、オークションを受け付けております。さあ、マサトさん、12月までにはまだ時間がありますけど、一度出るのか、それともそこに備えてなのかっていうことにはなりますけどね。そうですね、まあ、相手はもちろん分かりませんけれど、全く、ああでもやっぱりね、こう最高の相手と最高の試合をね、うん、ぜひ組んでもらいたいなと。やっぱりね、こう選手の予防はいち早く答えていかなければいけないっていうね。そうですよね、こう大宮司さんがトレーナーおっしゃってましたが、正人さんのことと合わせてこう自分がなんかこうなんていうか不利だったりなんとかだとか、そんなこと全く考えていない、勝つことしか考えていないって、
あとはやっぱりねモチベーションですからね選手は、うん、あなるほど、やっぱりこう自分が強い相手と戦っていって、うん、勝っていくっていうねそのモチベーションに応えてほしいなと思います、はい、そうですね。いや圧倒的な戦いでした。1992年7月29日三重県松阪市に生まれました。まもなく31歳の誕生日を迎えようとしています。小学生で空手を始めて高校大学は陸上部で活躍しました。大学卒業後 K-1 ジムシルバーウルフに入門。キックボクサーカナの道のりが始まりました。そして今や押しも押されもせぬ K-1 チャンピオンの中でも特別な存在になっています。女子フライ級王者カナが3度目の防衛を果たした戦いをご紹介しました。さあこの後はいよいよメインイベントです。 K-1 スーパーウェルター級タイトルマッチ。